せーの、こんにちは、みことです。ママです。太郎です。いつもみことチャンネル見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ねえねえみーちゃん、何？今週のみーちゃんが発表する曲って恐竜じゃない？でも本当はモンスターに関係する曲だよ。え、そうなの？うん。どんな曲？じゃあちょっと弾いてみるね。お願いします。どうだった？とっても良かった。今週も恐竜の曲楽しみだな。そうそう、恐竜といえばさ、楽しいイメージあるじゃない？うん、確かに、だからママ恐竜のおもちゃ買ってきちゃった。早速見てみよう。じゃーん。おー、じゃじゃーん。すごい、恐竜のロボットだよ。かっこいいね。なんかここ見ると口から何かを吹き出してるね。すごっ、本物みたいでしょう。じゃあ早速開けてみよう。危ないのでちょっとやってやって。開いていい？開いてみて。でーん、でかでかいでかいでかい。おいしょ。いいよ。見事が。じゃあ最初はグー。じゃんけんぽん。はい。じゃあいくよ。はい。いきます。二人で取る。いきます。せーの。わあ。うわ。おお。すごい。じゃあ本体出してみよう。うん。じゃあ出します。せーの。よいしょ。尻尾と体別体なんだね。すごいね、これ。どんな風にくっつくのかな。ね。これが尻尾だ。俺の手サイズ2個くらい。どんな風に刺さった？刺さると思う。あ、お、たまたまた。刺さった。あ、人も乗れるんだね。お、本当だ。人もつけれます。人はどういう風につくかな。これがバイクの乗り物みたいな感じだから、これを持たせてあげて。よいしょ。じゃあ押さえとくね。ギュッと、四角だから四角の角に合わせて。おお。わお。よいしょ。はい、はまりました。はまりました。こんな感じで乗ってるイメージですね。かわいい。ちょっと楽しそうじゃない？どんな風な音が出たりするんだろう。音出るの？音出るんだって。すごっ。そう、ソング、ソングって書いてあるから歌も歌っちゃう。すごい。どんな風に動くのかちょっと楽しみだよね。早く遊びたい。遊びたい？太郎は？遊びたい？遊びたい。みーちゃんたちがおもちゃゲットするとさ、必ずレースになっちゃうじゃん。ということで、もう一台恐竜を用意しました。すごーい。じゃあ早速、この恐竜でレースしてみよう。やったー。おー、出てきたー。もう一個あるんですね。同じやつだ。コピーだ。じゃーん、並びます。ででん、ででん。やばじゃーん、コントローラーももう一台おありました。見て、こんなにでっかい。本当だね。みことの手より何センチある？わかんない。50センチぐらいある？全長だいたい60センチぐらいある。そうだね、60センチ。すごい大きい。でかいですね、これはね。どんな風に歩いていくのかな、ね、楽しみだね。じゃあ早速この2体を使って、レースをしてみよう。よし、頑張るぞ。おー、はい、コースが設置できたのでレースを始めてみよう。よし、頑張るぞ。ちなみにこのラジコンは普通のラジコンとはちょっと違って、赤外線で反応します。なので同じリモコンから2体同時に動いちゃうこともあります。なので試しにちょっとメモボタン、みーちゃん押してみてよ。いくよ。
たまらない。待てど手段を捨てきれない。同時に動いたでしょ、でしょ。だから上手に自分のラジコンに自分のリモコンを当てて反応させてね。まあ、とにかくやってみよう。じゃあみーちゃんがあのこのピンクのマスキングがついてる恐竜さんね、この恐竜です。で太郎くんがついてない方、かっこいいね。じゃあそれぞれスタート位置に並べて、レースのスタート準備してください。はい、はいはい、それではよーいスタート。よし、いけみことチャンネル見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。これからも楽しい番組作っていきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次回お会いしましょう。バイバーイ。